クワへの道は険しいですな。ちょっと待って、私すっぴんだから。レッツゴー。フレームアウトするそのままマジかそんなことやめてちゃんと戻ってきたよ。来ましたね。イエーイ来ました。はい、はい、大自然にやってまいりました。福島県、はい、来ました。南会津、はい、多くの方が取れるという、え違うそうですね、テンション、マドリードさんに、はい、すごいいい感じのね、はい、あのお店の方たちもすごい丁寧親切で、うん、すごいあの心地がいいです、はい、この大自然とともに。今回ね、あの、はい、そのマドリードさんのちょっと今紹介を僕撮ってきたんで。ああそうなんですか、ありがとうございます、まあ、ささっとですけど撮ってきましたんで、はい、ちょっと見てもらいましょう。はい、 VTR ヨネちゃん TV。 あ、今日お世話になるのはマドリードさんです。福島県南会津郡にあります。ここはですね、宿泊すると灯火採集ができるっていうところになります。すごいですよね。こんな感じでとても雰囲気のいいペンションになります。でね、こっちがもう山になってまして、こっちに光を当ててね、灯火採集をねやっていくわけですよ。はい、はい、じゃあね、この素敵なマドリードさんでね、はい、今日はオオクワガタ、はい、撮ろうと思いますので、はい、今日多分コンディション的にもね、うん、悪くはないと思うんで。そうね、うん、うん、ちょっと期待しちゃいます。そうですね、はい、ここまで来るのにね、かなり時間かかったんで。そうね、絶対撮りましょう、まさかのね、はい、うん、でかなり広い範囲でやるんで、うんうん、かなり走り回ることになりますので。なるほどなるほど、あちこちね、うん、そう楽しみです。体力を温存して頑張りましょう。はい、頑張ります、はい、じゃあ早速ね、灯火採集大桑方を狙って、いいですかこれで、はい、大桑方狙ってやっていきたいと思います。それではレッツゴー。やるよおう。さあうちは準備が長いんですよ。我らがレイさんが準備が長いんですよ準備をしてくれております。こういった形で番号が割り振られていて、この区画の範囲内で灯火採集をできるということですよね。はい、そうです。はい、で今回うちと、はい、あのヨネちゃん TV さん、はい、では5、6、はい、5がこっち、5がこっちです。5がこっちで6がこっち、はい、かなり広いですね。かなり広いですね。いやちょっと一周走ってきてもらってもいいですか。いやいやちょっとで、まあ、1区画500ワットまでって決まってるんですよ、はい、なるほどなるほど。そのルールの中でやらなきゃいけないんで、うーん、ルールは大切ですからね、はい、だから今回、はい、400ワットを、うんうんうん、1個ずつと、はいはいはい、100ワット弱ぐらいの HID を。ああ、 HID だとワット数が低く抑えれるってことですか。そうですね。なるほど、その組み合わせでやると。はい、なるほど。今日どうですかコンディション的には。コンディション的には、まあ、気温的には全然いいんで、はいはいはい、あとは上が曇ってくれると。そういうことですね。ああ雲来てますよけど、いい感じです。あの雲がずっと覆ってくれれば最高ですね。そういうことですね、はい、いや楽しみですね。いや本当。じゃあちょっと僕も準備のお手伝いをしますレイさん、こう山あるじゃないですか、はい、
これライトはどこに当てていくんですか。今こう山肌映ってると思うんですけど、はい、木の種類って分かりますか。針葉樹、広葉樹ですよね、はい、それやっぱ結構大事で、はい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 、はい、針葉樹にライト照らしてもあんまりクワガタって、あ、基本的には広葉樹ですよね。だから見た時にやっぱ広葉樹が固まってるところを、なるほど、探せっていうことですね。そうですね。あとライトの特性もあるじゃないですか。こういう HID ライトって基本的に広角じゃないんですよ、うんうんうん、ああ一直線ってことですか。そう、一直線にバーッと照らすんで、はいはいはい、遠いとこは強いんですよ。ああなるほど、一直線に遠いとこ照らせるんで、例えばこっから見てあの開けて木がないところ、はいはいはい、の左側の上の方ってここかなここかなあ、そうですね、そこの辺かな、はい、この辺って広葉樹で下の方は針葉樹じゃないですか。ああ、尖ってますね、はい、この辺で、あの辺とかをバンと行くんだったら、ピンポイントで、ピンポイントで行くってこと。もうこう例えば照らせばもう あの距離だったら全然照らせるんで、なるほど。でこういうこっちは、こっちは何なんですか。こっちは広範囲に照らす感じですか。このカバー次第なんですよ。あ、カバーによって中核広角、また狭いのがあって、だから自分の持ってる道具に合わせて四角なのか、本当にこれを何個も持ってて、うんうんうん、その状況に合わせて変えると、で弾も付け替えると、なるほどなるほどいう人もいるんですけど、まあ、自分は今回これ結構全体的に広く照らしてるんで、はい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 、まあ正面の斜め左ぐらい前から、ああここですね、はい、斜め左前ぐらいを照らしつつ、はい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 、まあ、向こうのやつで、まあ、右側をなんとなく照らしつつ、で光が届いてない足りないところに HID をスポットで当てると、なるほど、いう感じで、これは勝ちましたね勝ちたいもう作戦勝ちですねこれはって感じでね、やっていきたいと思ってます。わかりました。じゃあ暗くなってからですよね。そうですね、暗くなってきてから、まあ、ちょっと光当てながら調整してって微調整して、なるほどなるほど、という感じです。じゃあちょっとこれもし取れなかったらカットしといてくださいそこまで使います。じゃあじゃあすいません、ありがとうございます。ここは本当に無断での投下採取を禁止しますっていうことで、ペンションだとかに泊まるとある区画を決めて投下採取ができるということなんですね。これもう町が町を挙げてっていうことなんですね、クワガタの里作り、うん、うん。さっきねちらっと見てきたけど、うん、範囲が半端ないから。あ、そういうこと、うん、あ、そうかそうか、走り回らなきゃいかんよ。うん、昨日はなんか赤足とか取れたみたいで、うん、見せていただいたんだけど、さっき赤足、赤足、いいね、でかい赤足と美山が飛んできた、うん、今からたくさん肉食べて精をつけましょう。そうですね、ほらほら、あ、逃げようとしてる、飛びつく体勢だよ。これ動画に上げなくていいですか。もう撮ってます。まあでも今逃げる体勢になってるから、うわ、動いてる、あの模様だよ、目の模様ね、もう届いてる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 、すごい。レイさん、虹色のレイさんだと思ってたらガチ勢でしたね。これを一瞬で組み立てた。さすが。ここに飛んでくるってことですか。そうですね、ここに1個当てるんで、ライトを飛んできやすくするわけですね、ここに、はい、なるほど。やっぱ白って光反射するんで、はいはいはい、まあ、ここが
周りと比べると暗いんですよ。うん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 。メインの光に飛んできて飛び越えたやつをここで必ず落とすみたいな。なるほど。ヨネちゃん TV。 はい、ちょっとうるさいですけど今点灯しました。すごい、緑色だね。緑色と紫色だ。あっちは白色だね。うん、すごい、もう飛んできてる。なんかこれは絶対大川来てほしいね。大川来てほしいね。やだやだ、クワガタだね。何クワガタがいいな。さくらはコフキクワガタ。コフキクワガタ。レク、ガイレク、何あそこのね、光のね、前の辺だとかにね、うん、クワガタが飛んでくる可能性があるから、うん、そこをあのまだ飛んできてないと思うけど、ちょっとしたら見てください。はーい、オッケー。レン君、さっき渡したあの光を使ってね、うんうん、お願いします。こっちはダメだからね、取っちゃクワガタがその線よりこっちにいてもこっちダメだよ。また別の場所になるから、この線で区切られてるんで、それだけは守るようにお願いします。はい、じゃあ楽しんでいきましょう。やった。はい、スタートしました。いや綺麗ですね。まだちょっと明るいみたいなんで、もうちょっと暗くなってきてからが本番らしいのでね。どうですか、マコさん。はい、大クワガタ、はい、取れそうですか。もうめちゃくちゃ取れそうです。間違いないですか。間違いないです。今日絶対取れるんで頑張りましょう、はい、今からすごい広い範囲だけどね、これ、はい、走り回って探すんでね。 OK です。うん、もうだいぶなんかね、はい、集まってきてるよね、いろいろ。なんか綺麗だよね。そう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 、幻想的だよね、うん、こんないろんな色があるんだと思って、うん、だからさね、うん、いやもうワクワクが止まりませんね。ですね。はい、じゃあもうしばらく待ちましょうか。そうしましょう。第1号来た。第1号です。1号来ました。第1号はコクワガタのメス。イエーイ。コクワガタが飛んできたってことは、オオクワガタも飛べる環境です今日。なんでチャンスあります。チャンスあり、探していきましょう。よし、しっかり探すぞみんな。はい、赤足はいいですか。大水沢、赤足こっちにもなんかいる。すごい、赤足こっちにもいますよ。こっちにもいるこっちはコクワですかね。ここにいるのは違う。これは何だろう。すげえ、ガガすげえ。赤足ですよね、それも。赤足のメスか。赤足のメス、ペア。あー、すごいことになってる。いや、これやば。来ちゃったって、向こう。もう来ちゃいました。ちっちゃいですけど。もう取れてた。すげえ。何で持ってるの？オオクワのメス。メス。メス。早い。すごい。はい、どうぞ。やったじゃん。レン君、レン君、どうぞと言われたよ。マジっすか。早いっすね。早い。あ、本当っすか。すげえ。来ました。すごい。オオクワのメス。それからそれから。すごい。ミヤマも飛んできてる。すごい。ミヤマ。うん。すごいね。これはすげえ。半端じゃない。この状況。
踏んじゃダメだよ。すごいっすね。青の方が青のが来ますね。来る感じがしますね。なんか今音が、多分ちょっとでも一度でも上がると飛びが強いんだ。あ、そんなに、あ、なんかいる。確かコクワですかね。飛んでくるんだね。羽がまだ出てるね。これのオクワガタバージョンが見たい。そうそうそう。なかなかね、取れないんですよね。ミヤマ。結構いいサイズじゃないですか、これ。ねえ。飛んできたね。よいしょ。よーし。これも入れておきましょう。カミキリムシがいる。カジ開けて。わお。川の方に向かってんだ。うわ。危な。怖。うわ。マジか。よく気づきましたね今。あ、まあ天才なんで。なるほど。いや怖っ。怖いけど撮りたい。怖いけど撮りたい。怖いけど撮りたいけど怖い。来ました。すごい大きな。レンが報告してくれました。三山。うわ、これ楓と僕で見つけた。これ測ろう。これマジで大きいわ。これ俺が見つけてたので、僕70何？違うよ。ママが来て僕がママに言ったんだよ。これは70あるね。ここっと。うん、70あるね。すげえ、でかい。すごいですわ、これ。70あるわ、これ。ひえ。これはでかいね、楓。うん。すごいわ。グッドだ。こんなとこにミヤマちゃん挟まってましたね。えで、ママは。よいしょ、ミヤマの。なんかいるよ。ここ。あ、本当だ、こっちにもいるじゃん。うん。え？これウォーカーだよ。お。え、ウォーカーじゃん。あ、でも死んでる？死んでる。やば。こんな隙間に。やば。あらら。死んでなかったらすごい2頭目のオクワだったね。ね。え、ここに来るんだね。いる？他にも。でもちょっとだけなら生きてるよ。そうだよね。いそういそういそう。もうちょっとだけなら生きてたよ。あ、本当だ。ちょっと動く。え？ほらほらほら。本当だ。ほら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 。死んで間もないかもしれん。それか、うん、ギリギリ。ちょっとまだいないか。なんかいそうな気がしてさ。本当だ、動いてるね、足。ねえ、ちょっと動いてるよね。うん、動してあげても、まあ、残してあげるからか。あ、ミヤマが逃げていく。この隙に。この隙やって。向こうだったね。すげえ。これも入れとく？あ、足がピクピク動いてるもんね。漫画で。まさかの、すごいね。うん、こっちの、この辺もウロみたいになってないか。この隙間は案外、ありかもしれない。ありかもしれない。君も集まってきたのかい？なんだろう、これ。めっちゃ可愛い。眠そう。来た。来た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 。見て。オークワ飛んできた。2匹目3匹目なのか。すげえ、来た来た、やりました。紛れもないね、これは。やりました。びっくりした。飛んできた。
やったイオネーション TV。 はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやー、よかったですね。本当によかった。楽しかったね。もう奇跡だったよね。ピンポイントで雨も上がったし、投下採取、準備だったりとか、段取りいろいろ、本当に大変だったと思うんですけど、私たち機材何一つ持たずに身一つで行かせていただいて、もう本当感謝しかないです。レイさんと BLT さん、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。もう恥ずかしいぐらい、何もできず何も、本当にいい方ばっかりだったね。だね。うん。行った甲斐ありましたね、本当に。本当ね、17時間かけて行った甲斐は全然ありました。じゃあちょっとね。はい。お持ち帰りした生態を見ましょうか。うん、そうですね。うん。はい、ちょっとこの上の2つは頼まれてたやつなんですけどね。そうですね。うちではなくてね、欲しいってよかったね、いらっしゃった。うん、綺麗だね。綺麗だね。うん、色を見せてもらっていいですか。すごいよね。うん、赤い足好きなんだよな。わかる、かっこいいもんね、この色が。はい、これが赤足のオスですね。でもあれだからね、標高高いところじゃないと。そうだよね、だって私取れないですから。赤足見つけたことないもん。うん、うん、かっこいい、でかい。これ楓くんが見つけたデカミヤは、うちのやつより大きい。うちのやでかいね。71ぐらいありました。やば、71あったの。うん、トップじゃん。トップですよ。トップオブミヤは、うちの大丈夫。近々超える予定だから。頼むよ。いや、すごいね、めっちゃかっこいい。やっぱでかいわ。すごい、めちゃくちゃかっこいい。カエデナイスだな。ね、普通にね、大人なしでよく見つけたわ。さすがにあのレンがこっちに走ってきたから。でかい、すごいの見つけたって言って。そりゃすごいわ、これは。だってトラックも見つけたことないサイズだもんね。そうだね。すごい、尾毛すごいし、かっこいいわ。これを超える。これ超えちゃうの。超えたい。もうすごい強い。この結構毛が生えてるね。めちゃくちゃ元気です。めちゃくちゃ元気、かっこいい。はい、そして、いや、ありましたよ。じゃじゃん、ワイルドオーク型メスすごい、すごい。いや、もう本当に感動、奇跡です ね。本当にね、語彙力失ったよね。見つけた時、すげえ。来たみたいな感じでしたよ。何も言えねえってやつ。しかもね、なんかすごいおとなしかったよね。うん。一人だったからか。一人で、ね。一人で、もうレイさんたちが片付けてて、他の方をね、他の方片付けてて、で、こっちももうそろそろ切りますって言われてて、で、ミヤマを選んでたわけですよ、どれがいいかな。で、まあ最後一周するかと思ったら振り向いたらいいとかね。私も見つけたくてね。ああ、持ってたわ。いや、羨ましい。トラ持ってたわ。一応私も見つけたっちゃ見つけたんだけど、ほとんど瀕死の子をね、見つけたっちゃ見つけたけど。あのキラキラはやばい。それのね、私も諦めきれずにね、次の日の朝早起きしてね、ちょっと山回ったけどね、いなかったわ。そしたらレイさんも同じことしとった。レイさんのが早く。ヨネちゃん TV。 いや、すごいね、これはひとしおだね。だからね、今後はこの産卵セットを組んで、そうですね、
こから始まる、はい、奥方の物語をね、あ、いいですね、作っていこうと思うので、いいですね、うんうん、どうしようね、持ち腹じゃなかったらおしめだおしまっちゃうけど、うん、あ、いやでもなんとか売ってほしいね。そうだね、うん、とても有意義な休日を過ごせましたね。本当に大自然の中で自然と触れ合って、うん、最高でした。あの人の温かみとも触れ合って、うん、幸せでしたね、うん、はい、またね、今後もこんな感じで、ですね、自然と触れ合ってやっていきたいと思います、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってます。そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。ありがとう。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね